テクサーカナ・ユニオン駅は、アメリカ合衆国アーカンソー州、テクサーカナ・イースト・フロント・ストリート100にある駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。テクサーカナ・ユニオン駅は、アーカンソー州、テクサーカナとテキサス州、テクサーカナのちょうど、宗教に位置している。待合室や切符売り場がある駅舎の東側は、アーカンソー州である。 列車は両州にまたがって停車する。ユニオン駅の旧駅舎はミズーリーパシフィック鉄道とテキサスパシフィック鉄道によって1888年に建設された。セントルイスサウスイースタン鉄道は1908年にも乗り入れ駅の改修にかなりの金額を費やした。1913年にセントルイスサウスイースタン鉄道は駅の区分所有者となった。 セントルイスサウスイースタン鉄道、ミズーリーパシフィック鉄道、テキサスパシフィック鉄道、カンザスシティサザン鉄道は近代的な共同使用駅を建設、運営する組合を作った。この事業は、有価証券を売却した166万7千ドルの費用で賄われた。1930年5月12日、テクサーカナ商工会議所は低組織を講演した。駅舎は、 約4088平方メートルの堂々としたルネッサンスリバイバル様式である。駅は1978年に国家歴史登録材に登録された。アムトラックは1974年までテクサーカナに運行する列車はなかった。アムトラックにとって待合室や切符売り場が移動制限車にとって使用するには問題があり、また駅舎も大きすぎた。そのため、 現在アムトラックは、駅舎の橋の旧荷物取扱室を改装し、待合室や切符売り場として使用している。ミズーリーパシフィック鉄道の旅客列車が廃止された1971年、以来、ユニオン駅の主待合室は使用されていない。当駅は、全米のいくつかの個人所有の駅の一つである。アムトラックの停車する列車は、下記の通り。南行列車のシカゴ出発便は、 サンアントニオでサンセットリミテッド号と並結されロサンゼルス行きとなる。シカゴとサンアントニオ間は毎日運転。北港列車のロサンゼルス出発便はサンアントニオまでサンセットリミテッド号と並結され同駅で切り離し。サンアントニオとシカゴ間は毎日運転。当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。